はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで3枠目メインキャラクター限定セナ使っていくんですが、2021年のクリスマスに登場した限定キャラクターというわけで、2年前の限定なんですけども、この度情報修正されまして、個人的に結構使いたい性能なんで今回使っていくんですけども、必殺が 565% ダメージで、攻撃アップ数値の高いやつ低いやつ1個ずつ吸収で、攻撃力アップ一旦延長して、一旦自身の攻撃10、15アップ、決闘損得3ターン、ほんで3ターン反撃ダメ 99% ガードというわけで、まあ、バフ回2つ、まあ、バフ吸収2つと、自身にかかったバフ、1ターン延長、まあ、3ターンか。ほんで、バフ10、15アップ。まあ、えぐいぐらいの攻撃力アップを積んでくれるんですね。ほんで、3枠目に置いたらダブルタップなんですよ。ほんで、なんかえぐいぐらいプチ繋いだら、なんか合計で35万回復とかしてくれるっていう、なんかすごいキャラクターになってんねんけど、前ね、この緑まで動画撮ったんですよ。この緑までアホ割りするっていうね、昔懐かしいバカ割りパーティー撮ったんですけども、その戦術ちょっとね、この緑まで火ついてもうて、このセナでもバカ割りしたいなと思ったんで、緑まで今回必殺あんま割らずに、ロジャーでゴリ温存してセナでゴリぶっぱするというムーブ、えぐいぐらいの分割バフなんで、あんま解除吸収、まあ、されたとしても結構残ってるんで、ラスワークの限定ゾロでかなりダメージが出るんじゃないかなというパーティーやっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、こう、素晴らしい。このね、1枠目限定キセチンと限定セナで、まあ、攻撃力アップをバカほど解除しますんで、相手の攻撃バフがほぼほぼゼロになるみたいな環境が完成されるんですよね。ゼロにはならないんですけども、まあ、結構いい、バフ回してくれるんで、なかなか個人的には素晴らしいんじゃないかなと思うんですが、ここに関してはぶち込んでいきます。34。そうですね、いけますね、これに関しては。はい、素晴らしい。1枠目キセチンのさ、なんていうの、この利便性っていうんですか、半端ないですよね。めちゃめちゃ強いわ。なんで僕はキセチン初めて使う動画で、3枠目で使ってたんか。本当に意味が本当になんですけども、そんでここに関しては、レジェンドは発動1000でええな。キセチンでバフ回2つできるんで、この永続バフ両方ともそげますんで、これ次枠に行ってから発動しようかなと思っている。ほんで、緑間に関しては、この、盤面触るだけですね。ただただ、盤面触って、あとは必殺全温存っていうムーブにします。ほんで、緑間2枠目の場合は必殺自動変換ついてるんで、ほんで、レジェンド召喚しても必殺自動変換がつくんで、まあ、もし上書きされたとて、確定盤面割りは完成できるんで、はい。いいんじゃないかなと思いますわ。はい。まあまあ割るんですけども、まあいいとして、ぶち込んでいきまして、必殺4個温存ですね。緑間6つ割りしたんで、これまあかなりいい、火力が入っていくんじゃないかなと。あと、バフもね、火ダメバフ、そして、あれ、必殺ダメアップ、分割3分割っていうね、バフ積んでくれるんで、まあ、バフ返しながら、バフっていうね、個人的に大好きなバカ割りキャラクターとなってるんですけども、まあダメージは出ない。どうでもいい。エレメントバーストなんで、がっちり守っていきまして、ガードなんか積む必要がないね。エレメントバーストなんで、うん。まあ、2枠2か来た場合はどうでもええねんけど、そんでここに関しては、セルフ上書きからの全割りかな、これは。全割りですね。素晴らしいです。ここの全割り決まっていきまして、そんで、このセナーでアホ割りします。はい。もののごとくアホになっていくんで、そうですね。一旦盤面触るか。一旦盤面ぶち触っていきまして、はい。そんで、虹プチアホ破壊していきながらの、レジェンドぶち込ん
て、そして持って、まあ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 、まあまあまあっていうムーブを発していきながらのニカルフィぶち込んで、もっぱつレジェンド、はい、ぶち込んでいきながらの、そして持って、あ、ちょっと相手の攻撃バフが足らないんですけども、まあ、全然いいとして、ここのレジェンドは温存でいいですね。ラスワークに託しましょうか。ネウ先生で2つ吸って、さらに、こいつで1つ吸、うーわ、ここで倒すとか言う。ここで倒すとか言う。この火力ね。こんだけ、鼻噛んだんですけども、こんだけ、火力出しながらのバフえぐいぐらい積みますんで、やっぱりね、最近の耐久パーティーじゃなくアホ割りするっていうの僕かなり今来てるんじゃないかなと、まあ、僕の中でなんですけども、かなり来てるんで、マジで面白いんでね、ぜひにやってみてほしいわ。めちゃめちゃ気持ちいいんでこのムーブ。そしてもって相手さん、七子お姉さんムーブ、レジェンド発動されて七子お姉さん安定ですわな。まあ、こんだけのアドバンテージがありますんで、いくらラスワーク、ニカルフィやったとしても、まくることができますんで、はい、さすがにこのアドバンテージひっくり返されることはないんじゃないかなと思っている。まあ、ガードは解除されたものの、ダブルバフ吸収刺さっていきましたんで、はい。何も心配はいらないんじゃないかなと思いますね。はい。クロロンぶち込んでいきまして、バフ見ていくんですけど、マイスさんバフ。418。言うて418やねんな。こちら側。827。827やで。827の緑魔のバフ。あ、一つ解除されたか。まあ30、30残ってるんで、まあいいかほど。4つ割り。というわけで、エレメントバーストなんか関係ないっていうガードダメゲン貫通。はい。はーい。まあ今日もこんな感じで頑張っていくんですけども、なんか最近ね、耐久とバフっていう両立したキャラクターが結構増えてるんですよね。まあ特に今回の黒バス大属秀才でめちゃめちゃ増えた印象がありますんで、まあそういうのを、好きな方は、今回のクルバスとの相性はめっちゃいいんじゃないかなと。僕大好きなんで、こういうアホみたいに割るパーティー大好物なんで、ちょっと今回の性能なんか青峰だけがね、なんかわかりやすくガードダメ剣貫通で強いんで、あいつだけが今回は優秀かなと思ってたんですけども、いやー蓋を開けてみてはこの緑間とかキセチンとかなかなか面白い性能してるやんか本当に。ほんで友情ゴミと、なんじゃこの友情技。先行取って嫌な気はしてたんですけども、ビタ当たりしたやろやんけなあ、この嫌な予感が当たっとるやんけこれ。なあ、なんで1枠目でバフ回5個されなあかんねボケが、というわけで、はい、バフ回していきまして、相手のバフがねほぼ焼け野原になっていくんが、このパーティーの気持ちいいところちゃうかなと思いますね。はい。バフ回されないと。バフ回されないと。素晴らしいですわ。はい。そんでもってここに関しては、一つ温存したいんですよね。このパーティー的には。ただ全部割ってしまう。まあ、しゃあないですわ。はい。七子お姉さんムーブ。こんだけ割る必要なかったんですけども。まあ、ちょっと盤面の着地的にはしゃあなかったね。でもって、旅団ぶち込んでいきまして、あとは、アホ、バフ、解除。していきながらの、ロジャーでゴリ温存していきまして、はいと、そして持ってというムーブ。はい。必殺自動変換緑は持ってないんですけども、まあただしかし、セナはダブルタップ持ってるんで、まあそこをうまいことケアできるのではないかなと思いますね。はい。そして持って、アホ割り相手さんもしてくれまして、これワンチャンオーバーダメージ入らへんかな。エレバスなんで強いんですわシンプルに火力が出るんですわ、さすがです。はい。ほんでいきなり盤面触りね、いきなり盤面触りして、ペイントプチ爆発させてからもう一発、お発することによってっていうこの流れな、気持ちいいもんしかないこの流れな。そんでまたレジェンドぶち込んでいく前に、これは、吸っていきましょうか。一旦ずって、
でもってレジェンドぶち込んで、ぶち発、はい、積んでいきまして、そんでもってレジェンドはこれ温存ムーブでよろしいな。はい、そしてもって無双さんで焼け野原となってます。はい、このムーブが本当に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 やねん。うん、もうね、接続詞なんかどうでもええねん、日本語なんかどうでもええねん、本当に本当にこれで通じるんですよね、このパーティーは。これがね、言語を超越したパーティーというわけで楽しいんですよ、本当に本当に。やっぱ緑間限定せな、このバカ割り、メインにニカルフィーなんかいらんねん。もうね、メインニカルフィーなんか時代遅れやねん、うん、今はバカ割りよ、バカ割りの時代よ今は、うん、もう3枠ニカルフィーなんかどうでもええ、余裕に勝てる。ほんで先行取って後発友情コピーとかされんねんけど、逆に考えると僕バフ吸収持ってますんで、ここでこのニカルフィーの偉いほどのバフを吸収することができるんですね。はい、ほんでまあまあダメージも入るっていうな、ニカルフィーに対してガード 30% やのにまあまあダメージ入るっていうバカみな、バカみですわ。はい、ほんでここに関してはそうですね、またこれでバフ吸収していきまして、そしてもって浦原さんでもバフ吸収していくという、ラス枠でも耐久がしっかりしとんよこのパーティーは、素晴らしいもんしかない。ラスト一発のレジェンド発動はさすがに無理なもんがあるかな、無理ですね。アサンバフ126、必殺ダメージは結構吸収されとんな。ただ105、これはあれやな、僕の緑間のバフやわ、105ですわ。こちら側875、必殺ダメージはまだ残ってますわ、まだ全然残ってる、さすがですわ、いかほど4つ割というわけで、はい、ここでなんかこんだけバフ回バフ吸収されてもセナでルフィのバフ吸収してるし、片やセナは2分割のエグエグエのバフ積んでるし、ここで吸収されてもまだ全然余力ありますんで、火力落ちるわけがありません。はい、んでガードダメ減貫通なんで、はい、安定したダメージが入るというわけで、はい、負けました。ちょっと最後レジェンド発動できてたら勝ってましたね今のは。はい、まあそういうこともありますわ。まあでもね、メインにニカルフィ使わなくてここまで対応できてんのはまあなかなか頑張ってるんじゃないかなとは思うんですけども。ほんであいつさん3枠ニカルフィ土定番パーティーですね、またもやまたもやの土定番パーティーなんですけども、そんで37個、やっぱりね、1枠目でレジェゲージ 50% アップか持ってるキセチンなんで、もう盤面触っただけでもうほぼ角で繋がってるっていう強みはなかなか素晴らしいんですけども、ぶち込んでいきまして、そんでもってまあレジェンド先発刺さんないんやっぱり痛いね。うん、高校やったらマジで勝率 100% ちゃうこのパーティー、バグってるんですけども。そしてもってあいつさん1枠目あ友情コピー、あなるほど、ティキミックとなかなか素直な落ち着いてるパーティーかなとは思うんですけども、このね黒加賀の友情コピームーブわりかし強いですよね。僕結構このパーティー好きなんですけども、まあ動画にしようかなと思ってるんですけどね。んーで2つ割り、まあダメージ以下ほどというわけで、まあお互いともにダメージはゴミかな。はい、はーい、そしてもって相手さん必殺ダメアップ全力か、必殺ダメアップ全力、ちょっとお話が違いますね。ほんでここほんまに温存したいんですけども、ああ緑までこんな割るつもり僕全くないんですけども、なんでこんなことなっとんねんいう話で、はい、そしてもって、まあ、バフ回答とは刺さっていくんでいいんですが、必殺ダメアップがなんか相手さんすごい積んどんな、これ次で解除できひんな、次は攻撃バフ回全振りなんで、ちょっとスサノオのサスケ入れようかな、スサノオサスケ入れてちょっとバランスよくしましょうかね。んーでもって
なんじゃその盤面ゴミが。ゴミ盤面作るなというわけで。これは、6タップか。よかった。ここ、緑魔バカ割りが刺さりましたわ、今の。今の刺さらんかったら死も同然やったぞ。危ない危ない。そんで、アホみたいにペイントプチ爆発していきまして、そしてもって、ここは、ここ先にネウ先生やな。先にネウ先生で吸ってから、レジェンドぶち込んで、そしてもってニカルフィを外して、もっぱつレジェンドぶち込んで、オンでもって、あ、バカ割りして、そんでもって、レジェンドこれはぶち込んでいきましょうかね。レジェぶち込んで、で、オンでもって、ボッチンやっていくというムーブ。まぁ、あ、ちょっとあれなんですが、全然いいでしょう。6タップ。6タップ取りコピー。定番ムーブですわな。はい。まぁ、あ、ここで負けることはないんですけども、ラスワクカイドウか。ラスワクカイドウやったらこれ、そうですね。高校を取りたかったね。ほんで、このランダムバフ吸収の何が吸収されるかにもよるんですよね。緑魔のバフが吸収されてたらほぼ確で負けるんですよ。運ゲーにはなってしまうがなかなか憎いんですけども。これは稲妻イレブン超越まで見えんの。稲入れ超越はやめてほしいな。さすがに。稲妻イレブン止まりなんですが、これは秘書か？秘書すぎるね。秘書すぎるダメージ入っとるやんけ、これ。どないしとんねん、この火力。んで、こんな盤面か。ゾロ使ったら虹プチじゃなくて邪魔プチこんななるんか。ちょっと厄介なんです。164。こちら側。あら、すんごいんですけども、これ吸収何される？まあ、この330吸収されんのと、330吸収か。ただ、この120とかもうえぐるぐらい積んでるんですよね。330マイナー。355マイナーかな ?355 マイナーですね。355マイナーなんで639かな。まあ、言うていい火力は残ってるんで、なんとか、あらフォムチェンされないフォムチェンされないフォムチェンされへんかったら勝ちやで。カイドウなんか。まあ、さっきはね、なんか負けてしまったんですけども。まあ、今回もレジェンド発動できてないんですけども。まあ、フォムチェンされへんカイドウなんかゴミも同然でしょう。あら、すごい火力。さあ、というわけでラスト1回やっていくんですけども、やはりこのバカ割り。めちゃめちゃ好きやわ。ちょっとこのパーティー癖なるな。このセナのバカ割りパーティー面白いで、めちゃめちゃ。ぜひに皆さんにも体験してみてほしいなと思うんですけども。高校取りました。3枠目にちゃんか。吸収したバフ吸収され返されるってパターンですね。了解していったんですけども。ここに関してはまあお互いともにただただムーブやっていくのみなんですが。はい、と、2枠にカルフィ。2枠にカルフィはね、言うて全然耐えれると思うで。これは任しといて。任しといてっていうことですわ。はい。任しといてまでありますね、これに関しては。そんで、ここもレジェンドぶち込んどいて、はい、レジェンドぶち込んで、永続のバフそげるは両方とも。永続 50% を1枠目でそげる強みね。キセチンの強みはそれやね。無双悟空の永続をそげるっていう。これがほんまに強い。強すぎる。ここ永続そぐかそがんかでえらい違いやからね、本当に。6タップ。6タップで、レジェンド反り込みか。わきまえてらっしゃる。自分の立場がはっきりしてらっしゃる。ちゃんと自我を持ってらっしゃるね。魚団に侵食されずに我反り込みなりっていうのを気づきますよね。はい。2枠目はね、この反り込みの方がダメージが出るんで、高校を取ったもののちょっと厳しそうやな。
大丈夫か、これ大丈夫な気がしねえぞ。10個割まで見えんな、10個割まで見えんの。嘘で、まさかの10個、ここの10個割は響いたね。さすがに、さすがに響きますわ、ここの10個割は。ちょっと待ってくれ、先にバフ買い積むとはゆえさすがに厳しいんとちゃうか。あ、ここ耐えたら多分勝てんねん、ここ耐えたら多分勝ちなんですけども、耐えれるかどうかやな。ガード積んでないんでちょっとお話が違うで、これこれお話が違いますわ。頼むから耐えてくれ。ニカルフィ10個ありはさすがに厳しいもんがあるか、頼んますわ。ほんまに奇跡起こってくれ。はい、素晴らしい、素晴らしい、耐えれるんですわ。何も心配せんでも耐えれるというのがこの緑魔の強みちゃうかなと思う。今の10個割さ、さすがに死んだって思ったくない。普通は盤面ただただ触るだけなんで、まあ9個割8個割で落ち着くかなと思ったら、まさかの10個、生人間されたんで絶対死んだって思ったんですけども、なんだかんだ耐久ですわ、さすが。んーでもってここなんですが、ここはバカ割りなんで、はい、何も心配がいらん。ただしかし盤面こんな感じか、盤面こんな感じですか。これここで割ってもレジェンドたまらんな。なるほど、これどうしよう、これは潔くニカルフィやな、潔くニカルフィで、ここぶち込んで、レジェンドぶち込んで、はいと下つなげて、こういう割り方しましょうかね、こういう割り、そんで一つ残して、あーらー着地がゴミ、ゴミ着地落ちというわけでね、こんなことなると思ってなかったんですけども、まあいいとして、レジェンドぶち込んで一つ残ってしまったか。まあ、しゃあねえな。しゃあねえ。しゃあねえかな。33、34、35。左上の緑がなかったら、この、マルチチェインで、なんとかなってたんですけども。まあ、いいとして、吸収していきまして、ここもまあまあ、いいダメージ入るんじゃないか？あら、強い。あら強いなんですよ、あら強いに越したことはないんですわ、さすがですわな。ホンデラスワーク、バフ吸収対面なんですけども、高校取ってるんでもののごとくですわな。はい、お互いともにガードダメゲン貫通となっているんですが、セナでアホ割りしとるんで、火力も申し分ないし、バフ回も申し分ないし、まあこの低い重解除はちょっと今回はあんまり相手から反り込みやったんで意味がないんですが、これレジェンド発動できるかな、これ着地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 ゴミかな、着地、あ、まあいいでしょう。ぶち込んでいきまして、あ、発動できる、素晴らしい。ぶち込んでいきまして、バフ見ていくんですが、相手さんバフ563、必殺ダメージゴミ、こちら側607、100マイナされて600乗っとんねん。これね、必殺ダメージは、これは、まあ、アホほど解除されてんねんけど、まあ、ただしかしやな、結構いいのが残ってるんで、何も心配はいらないんじゃないかなと思われる。5つ割り。はい。さすがに勝ちが確定していってるんじゃないかなと思うんですけども、いかほどというわけで。はい、400万オーバーと、何も心配がいらん耐久。